今日未明、裾野市の国道バイパスで逆走が原因とみられる事故があり、男性2人が死亡、男女4人がけがをしました。乗用車と軽乗用車が衝突したということですが、現場付近には茶色く汚れた跡が道路に残っています。今日午前3時過ぎ、裾野市富沢の国道246号バイパス上り線で軽乗用車と普通乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車を運転していたポルティリオ・マロン・岩本さん48歳と同乗していたフランド・ダニー・ロダさん50歳が死亡しました。また普通乗用車に乗っていたいずれも富士市に住む22歳の男性が頭部を骨折する重傷、22歳の男性2人と23歳の女性1人が軽傷を負いました。関係者によりますと、軽乗用車が国道を逆走し走行中の普通乗用車に衝突したとみられます。この事故の影響で現場周辺はおよそ5時間通行止めとなりました。